はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、武藤遊戯です。さあ本日なんですが、ブラックマジシャンというね、デッキ皆さんご存知かと思いますが、実はですね、あのブラックマジシャンモンスターちょっと増えまして、光の黄金室というカードからサーチできるこの黒き魔術師ブラックマジシャンというモンスターが、これ実はこのカードモンスターゾーンに存在する限りカード名をブラックマジシャンとして扱うっていう、まあブラックマジシャンモンスターなんですよ。はい。で、このカードの、なんかちょっと光の黄金室で面白いコンボがありまして、これこのカードが効果で破壊された場合、フィールドにレベル5以上のモンスターが存在していれば、このカードを特殊召喚して、その後デッキからブラックマジシャン系統のマジックトラップカードをセットできるって効果があって、これね、ガンドラで、自分のブラックマジシャンを爆破すると、これ蘇ってきて、除外ゾーンから蘇ってきてブラックマジシャン系統のマジックトラップカードをセットできるっていうコンボがあって、これでまあ押し字の方ではね、そのガンドラとブラックマジシャンで融合するこの黒マジの秘技持ってきて、相手のターンでドラゴンブレッドアイズ出すみたいな動きがあるんですけど、まあそれがまあちょっとマスターディールではない、まだドラグーンがないので、まあ一応融合召喚のカード持ってきて、竜騎士ブラックマジシャン出すとかもできるし、あと単純にブラックマジシャン系統のマジックトラップカードであれば何でもセットできるんで、例えばシティの絆持ってきたりとかね、あとまあサルベーション持ってきたりとか、あとこの退治する宿命っていうね、一応モンスター効果無効にできるような、こういうカード持ってきたりとかできるんで、一応妨害としても非常に強力なのと、あとこいつブラックマジシャンでありかつ手札から簡単に特殊召喚できるんですよ。結局ブラックマジシャンで出すためには永遠の魂とか、あと指定の絆とかないと出せないんですけども、こいつ簡単に手札から出てこれるんで、魔導陣貼ってると簡単に相手のカード除外できるんですよね、これで。しかもこいつ黄金石でサーチできますしね。なんでまあこれも優秀だなと思って、ブラックマジシャンのギミックをぶち込んできました、黄金石に。だ実質これが令和の表遊戯デッキです。はい、表遊戯デッキでありよ、裏、闇遊戯デッキもあるから、まあ、令和の遊戯デッキだね、これ。実質。激エモ場面できるから。ちなみに、デッキの中のコンボパーツが多すぎて、誘発を入れてる枠がありませんでした。なんで、まあ、ファンデッキではありますが、結構回ると結構強いので、見せていきたいと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。このさ、何、黒き魔術師、ブラックマジシャンの、なんかイラストかっこよくない？すごいかっこいい。なんかアプリの、スマホ版のアプリのなんか顔にもなってるらしいんだよね。ちょっと俺スマホでマスターデュエルやってないからちょっとあんま分かってないんだけど。ちょっと待って。これは、光の黄金室あるから、これガンドラギアスでいいか。ガンドラギアス。で、まあ、光の黄金室発動しますね。はい。黄金室発動して、破壊竜ガンドラギアスとブラックマジシャンが揃っている時の最強コンボを皆さんにお見せしよう。あまりにも謎コンボをお見せしよう。まずは自分のモンスターを爆発させることによって、よくわからないアドバンテージの稼ぎ方をする謎コンボだぜ。これが破壊竜ガンドラギアスの効果を発動し、フィード上のカードを全て爆破。そして、あ、ちなみに黄金室はモンスター効果では破壊されないという効果がありますんでね。で、トリコロールガジェットを特殊召喚、キュイー、トリコロールガジェットが特殊召喚された場合の効果と、ブラックマジシャンが破壊された場合の効果を発動。これによってブラックマジシャン系の何無限抱擁、まあ、それはしょうがないな、無限抱擁がぶち込まれて、まあ、ガンドラギアスの効果を止めることはスルーしたのか。なかなかお前やるな、やりもしないか。なんならそこ止めた方がよかったんじゃないか。でブラックマジシャンが特殊召喚されて、ブラックマジシャンの効果によってこのカードが破壊された特殊召喚された場合、自分のデッキからなんかブラックマジシャン系統の、マジックトラップカードをセットすることができるぜ。これちなみに、なんか、指定の絆とかセットしたら最強なんじゃないかと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、指定の絆、結構、なんか元々のカード名がブラックマジシャンの、指定が割とあってですね、結構だるいです。はい。指定の絆で、ブラックバーニングマジックセットしたら最強やんって思っていた時期が俺にもありました。あれ、元々のカード名がブラックマジシャンって書いてあって、元々のカード名ブラックマジシャンじゃないから、結構強いですね、これ。いいですよ。これ融合、これ融合したらワンチャンあるんじゃない？これまじ、竜騎士ブラックマジシャン、これちなみにドラグーン出るんですけどね。これちなみにこれ、黒魔術の秘技をセットして、相手のターンドラグーン出すっていう動きあるんですけど、なんかドラグンオブレッドアイズまだいないので、遊戯王マスターデュエルには。ちょ、早めに欲しいといったところ。てか俺なんでガンダラ攻撃表示出した？攻撃表示でガンダラ出したらゼロやん。だって。弱すぎ。で、まあ一応カードを1枚セットさせていただいて、カードを1枚セットさせてもらって、俺はこれでターンを終了するぜ。
さあこれによって魔法カードを1回無効と、なんか相手のターンで融合するしてなんか1枚除外する効果が、発動できて実質ね。で、ターンサイレンスでモンスター効果1回無効あるんで、まあまあ強いです。盤面はまあまあ強い。で、あとエモい盤面見て、この盤面なんか遊戯っぽいでしょ。これは令和の遊戯デッキよ。あー、ホルスの栄光イムセティパイセンですね。これはですね、ターンサイレンスとかいう最強のカードで効果を無効にすることができます。ターンサイレンスの効果により相手がモンスターの効果を発動したその効果に直接遅延をしてこのカードを発動した場合、発動したモンスターの効果を無効化することができる。うお、ターンサイレンス。さらにターンサイレンスは光の黄金質系統のモンスターがバトルをする場合、バトルフェーズを強制シールドさせることもできるとかいう最強のカードだ。ちなみに今のフィールド上のモンスターは全部光の黄金質って書いてあるため、ですね、それ最強、あ、これいらないですね、もう打ちましょう。光の黄金質の効果、魔法カードをぶん投げると相手が墓地からモンスター特殊召喚した場合、そのモンスター墓地を送ることができる。強すぎ、バロタこれ結構強いな。これ妨害4妨害やったのか、一応4妨害一応4妨害。トリコロールガジェット、何これ、ホルス黄金質やん。出た、どっちが本物の遊戯か決定戦ってこと。ホルスとかいうモンスター確かに遊戯っぽいもんね、なんかちょっとだけ。いいよ、光の黄金質はちなみに発動無効にすることができればサレントマジシャンの効果は結構いい感じで発動できるぞ。光の黄金質の効果いいだろう。光の黄金質の効果はサイレントマジシャンゼロの効果により発動無効、永続魔法とかフィールド魔法は発動を無効にすると一応ね、墓地行くんで、はい、よし、もう一枚って言われたらやばいかもう一枚って言われたら除外するわ。メインフェーズ終了前、これってメインフェーズ中とかあったっけ。これはフリーチェーンか、これフリーチェーンだな。いいよ、バトルいいでしょう。さあ殴ってこいよ。うお、クロマチスの悲劇の効果を発動、ブラックマジシャンとドラゴン族のモンスターの魂を墓地へ送り、うお、現れよ、ドラグーンオブレッドアイズ爆弾。ドラグーンオブレッドアイズ、誰、お前誰だよ。ドラグーンオブレッドアイズどこ行った、ドラグーンオブレッドアイズどこ行ったんだよ。ちなみに、一応ブラックマジシャンスカーので、黒の、魔導陣の効果で除外できます。ちょっとだけ強いですドラグーンオブレッドアイズどこ行ったんだよ。ブラックマジック来た、いらねえブラックマジック今サイレントソードマンの効果を発動して、打点が上がるぜ。まあ、これ何にサーチできるんだ。あ、これブラックマジシャンサーチすればいいか。これいらねえんだよな、ブラックマジック抜くか、ちょっといらねえわこれ、このカード。で、黒き魔術師ブラックマジシャンはちなみにフィールドで存在する場合ブラックマジシャン扱いとなったので、これってか墓地でもブラックマジシャン扱いになれ、お前なんでフィールドだけなんだよ、お前墓地でもブラックマジシャンになれ。ブラックマジシャンを特殊召喚すると、ブラックマジシャンが特殊召喚された場合、シクロの魔導陣の効果によって相手のカードをゲームから除外することができる。うお、最強バトルいけ。うお、黙れ、ターンサイレンス、バトル終了するわけねえだろバカが。いけ、ブラックマジック、あ、これ演出出ないのね、これブラックマジシャンだけどブラックマジシャンではないから演出が出ないのね、これブラックマジックの。うざ、マジでこのドラグーンの話しかしてねえ、このデッキ触ってるときやばいかなあ、G ですか、やりますね、いきなり初手増字やりますね、初手増字、なるほどな。であるならば、黒の魔導陣発動して、あ、何の成果も得られませんでしたすいませんでした。これじゃあこっちの方がいいのか。トリコロールガジェット召喚で効果、トリコロールガジェットの効果発動、黄金質持ってくる、で黄金質ターンサイレンスあるんで、まあ、ちょっと妨害力は、まあ、1枚ドローはさせてしまいますが、サイマジとサイスは並べた方が良さそうですね、さすがに。で仲間の絆、まあ、ちなみにこのデッキは大して強くないんで、増字でも増字打たれてもまあまあ止まれるっていうところがいいところではありますねそれが果たして強いかどうかと言われるとかなり怪しいんですが、まあ、増字に対してこの、まあ、ワンドローストップして、妨害をちゃんと構えることが一応できるっていうのはまあ強いところですかね。まあ言うて何も引いてなかったらあれですけどね、妨害するの魔法カード1回無効にするぐらいですけどね。サイレントソードマンが結局対象体制だけなんで、お前なんか魔法カードもう一回無効にしろよ。なんでサイレントソードマンゼロはさ対象体制なんだよ、おかしいだろ、お前もともと魔法無効にしてたんけ。あ、コアタルいいでしょう、なるほど、
相手のデッキもこれ遊戯だわ。ミラだ、ミラ。ミラ来た。表遊戯 VS、表遊戯来た。遊浴現状キマイラ使ってるのはどっちだ、闇遊戯か。まあ、どっちにしても遊戯 VS アテンみたいなもんだな。光遊戯 VS 闇遊戯みたいな話だな、これ。来たわ。熱い。激圧展開来た。はい。ソードマンは OK です。ソードマンから入るってことはそんなに強くないか、これ。ソードマンの効果。これターンサイレンスぶち込んだとはいいね。ターンサイレンスの効果発動して、打点上げつつ、相手のモンスター効果にチェーンしてると、その発動したモンスターの効果無効に行けよっていう効果があるので、もうターンサイレンスはマジ強いんですよね、これ。ターンサイレンス、しかもなんかバトルフェーズで強制シールっていうなんか結構強い効果あるんで、これもちょっと強い。で、打点が3500とかいうやばいこと来た。アプレンティス、エロすぎる。アプレンティスの効果、またこれ召喚剣使ってるんで、融合がないと多分相手貫通はできないはずですね。融合持ってると貫通できるけど、まあ、融合なかったら貫通はできないと思う、多分。あ、タオか。はいはい、どうぞ。まあ、コアトルミナーソード、あんのかーい。まあ、一応これ、あの、サイレントマジシャンの効果で無効にして、これもう一枚持ってるとちょっとやばいか。もう一枚持ってるとちょっとやばい。4000だってやば。よしよしよし。キマイラ、キマイラの展開力ちょっと止まるな、このなんかギミックで。なるほど。で、サイレントソードマンの効果を発動して打点が上がるぜ。なるほどな。なるほど。これ、ま、ジン発動できてるとめっちゃ強いのはなんでかっていうと、ま、やっぱブラックマジシャン持ってきて、ブラックマジシャンとこしますと相手のカード除外できるからなんですよね。光の黄金室の効果を起動するぜ。光の黄金室の効果によって何らかのカードをサーチできるぜ。なんかあるぜ、相手。なんだこれ、うららか。いいやろ。OK。問題はない！ S さえ。そのうららに対しての。うひゅひゅひゅ、黙れ。黙れ、邪魔するな、幼女。ブラック、黒き魔術師、ブラックマジシャンを特殊召喚。ブラックマジシャンが特殊召喚に成功したため、黒の魔導陣の効果により相手のカードをゲームから除外。そして、マジシャンズロットを召喚。マジシャンズロットの効果により、ブラックマジシャン系統のマジックトラップカードを1枚サーチができる。ドラグンオブレッドアイズ出せねえ、チキショー。行くしかねえぜ。バトル！うおぉ！黙れ！ちょっと、ターンサイレンスマジうるさいわ。ターンサイレンスこっちのバトル終了するわけねえだろ。行け！対戦ありがとうございました。やはり黒き魔術師ブラックマジシャンは結構強いね。簡単に出せるから。相手もブラックマジシャンアイコン、これはブラックマジシャン使いだな。全然違え。オステラート来た。全然違え。オステラートが最強カード発動してんじゃねえ。おどうした遊戯。なんだよお前それは。令和のパワーに頼りすぎだろ。オステラートマジやばいですよね。そしてオステラードとかいうカード強すぎてやばい。なんかやれることが多すぎて、まあ、クソデッキ死ぬほどできるんだよね、これオステラードって。なんかあの天使族モンスターめちゃくちゃ並ぶからさ、こうやってこういう感じで。だからなんか何これってレベル4、2体並ぶこともできるし、なんか天使族3体並べるとかもできるし、まあ、普通にあのクープレでね融合してさらに展開伸ばすこともできるし、ペンデラムスケール1から9張れるしみたいな。まあ光属性のモンスターしかペンデラム召喚できないっていう縛りはついちゃうけど、クープレがあると結構ね、やばいこと起きるんだよね。本当に。キングデンプシーだと。何？リナルド。やるな。ブラダマンテ。何？ブラダマンテは、戦士族モンスターが、何するんでしたっけ、この人。妖刀竹部に装備金の強。なるほど。リナルド特殊召喚。効果発動する。効果発動して、ブラダマンテを回収。ああ、なるほどね。ちょ、わかんねえ。なんか知らねえ展開だな。なんか、オスティナートは、まあ、無限にソリティアのデッキできるから、まあ、何やってもらっても構わないんだけど、まあ、とりあえずイゾルテの方に行くムーブは、初めてですね。はい。ちなみに、まあ、ちょっと動画にするかわかりませんが、オスティナート1枚から、ザ・ワールド確定するコンボは一応、できたんで、そのうち動画にし、まあ、余裕があればしたいと思ってますが、あまりにもクソデッキすぎて撮影が難航しています。イゾルテからの、竹光3枚コンボね。で、古領の弦やば。古領の弦強。古領の弦強。こっからの川中島ムーブ強。川中島ムーブ来たー。2枚ドロー来たー。強すぎー。2枚ドロー1枚して強すぎ笑った。
イムセティ、何イムセティだと、ホルスも入ってるのか、強えな。お、強えな、おい。強えな、お前。ホルスの効果で王の棺を回収しつつ、手札が余ってるから無限に、あれだな、回収できるな。ホルスを、自分のデッキから、強いな。やる。いや、ぶん回ってやがる。マジ、これ何が起きんの、これ。いや、わかんないんだけど、ほんとに。マジシャンズ・ソウルズまで入ってんの。やば。お、相手の残りデッキ10枚になったぞ。ジャイアントレーナーだと。ジャイアントレーナーの効果を発動し、800ダメージを与える可能性がありつつ、やばやばやばい、じいちゃんじゃねえか、やばい、じいちゃんだ。なんか、ヒイラギユズかと思ったらじいちゃんやった。まずい。ちょっと、それはやめて、マジでやめて、危ない、危ない、危ない、やばい、やばい、やばい、なんか、ありえん量の、なんか、ドローの加速してる。やばいかもしれない、これは。普通に考えて。スカルデッドも制限解除されたんですよね、なんか謎に。スカルデッド制限解除、あじいちゃんやった。やばい、じいちゃんのでけえ壁を思い知らされたわ。武藤すごろく最強説。